12月23日公開の劇場版稲妻イレブン5究極の絆グリフォンを大特集。ついに来たぞ、雷門中だ。憧れの雷門中サッカー部に入部した松風天馬。しかしそこで天馬を待ち受けていたのは、勝敗を含め少年サッカーを徹底的に管理する謎の組織。サッカーを支配する、その名もフィフスセクター。当然雷門イレブンもフィフスセクターの指示通りのサッカーをやっていたんですが、負けることが決まってるんだ。俺はやだ、このまま負けるなんて絶対にやだ。本当のサッカーを取り戻すため立ち上がる天馬。その姿に雷門イレブンの気持ちも動き始めます。相手が誰だろうと構わない、俺たちは俺たちのサッカーを守ってみせる。行くぞみんな、これからが本当の勝負だ。フィフスセクターに立ち向かう雷門イレブンの活躍を描く稲妻イレブン5、毎週水曜夜7時から熱血放送中です。皆さん見てね。そしてその稲妻イレブン5がこの冬スクリーンに登場します。そこで今夜はこの方に来ていただきました。アニソンプラスをご覧の皆様こんばんは、松風天馬役の寺崎由香です。寺崎ナレーション頑張れ。はい、頑張ります。そうです、私です。ではまずは映画の魅力を真剣に語っちゃいます。劇場版はですね、そのフィフスセクターがシードと呼ばれる強力な選手を育成する島、ゴッドエデンという場所があるんですけども、そこに天馬たちはちょっといつの間にか知らない、合宿しか言われてなかったんですけど、まあ、気づいたらそのゴッドエデンという島に連れてこられてしまったっていうところから物語がスタートするんですが、2人、シュウと白龍という2人の男の子、少年が出てくるんですけども、その2人が大きな関係を持ってきます、雷門イレブンと天馬たちと。はい、まあ、彼らを通して雷門イレブン、そして天馬がどのように成長していくのかっていうのがすごく楽しみなストーリーになってると思います。はい、劇場版稲妻イレブン5究極の絆グリフォンは12月23日 3D2D 同時公開です。さあ、インタビューに続いてはこちら。劇場版稲妻イレブン5公開記念特別企画、爆裂キックデーゴー。いいぞ私、頑張れ私、一人だけど張り切っていくぞ私。ルールは簡単、私が的に向かってシュート、見事的を打ち抜いたらそこに書いてある質問に答えていくというもの。蹴ることができるのは11回、サッカーですからね。もう番組ちょっと頑張りました、ありがとうございます。はい、何でも私のために今回は普段では考えられないくらいセットを豪華にしてくれたそうなんです。だからお返しに今日は出演にナレーション、番組進行まで全て私一人で頑張ります。ちなみに私の腕前はこんな感じです。あ、軽くね。これは作戦です、あえてまあ最低ラインを見せておけばね、シュートが決まった時感動するじゃないですか。意気込み、なんとかなるさ、頑張る。ということで気合みなぎる1本目、よし、全部当てる。もちろん天馬の背番号8番を狙います。劇場版を PR するため絶対に負けられない戦いがここにあるんです。くぅ、頑張れ私。いくよ、そよ風ステップ。わぁ、当たった当たった。ほらね、さっき失敗しといてよかったね。当たりました、5番。マイ化身。化身っていうのはですね、プレイヤーの気が究極に高まるとそれが形になって現れるもののことなんです。マエストロ。ということで私の気が高まった時に現れる化身をイラストにしてみました。私の化身はこんな化身、ドン。寺崎がいっぱいなんかさいがさんがこうちっちゃい寺崎がわー
っていっぱい出てきていろんな人のところに飛んでってでねってこうちょっかい出すっていう化身が出てきそうだっておっしゃってたんですけど、そうですね、実際いたらちょっとうざいですね。8月4日生まれなんで、さっき8だったから4にします。あと3回失敗できる。いきます。まずは7番からアフレコ裏話。すごくみんなこうグッと集中して死後も少なかったですしね。でもなんか美味しいお菓子がいっぱいあったんですね。そこにいつもこうわらわらとみんな群がって美味しいものを食べながら収録してました。その中に茶碗蒸しがあったんですよなぜか茶碗蒸しがあって、冷たい茶碗蒸し美味しくいただきました。続いて4番。もう1、もう一度言いたいセリフ。わかりました、じゃあやります。今回は特別に実演付きでお届けします。だって私もともと舞台俳優ですからね。こんなんじゃサッカーが泣いてるよ。本物は劇場でチェックしてくださいね。では爆熱キックでゴー。3本目。だんだん調子が上がってきた私、次に狙うは右上の3番。すごい、当てました。寺崎なでしこジャパンに入れるんじゃないでしょうか。今んとこパーフェクトですよ。え、3番はなんだなんだ。15秒。 PR イエイ。15秒間の PR タイムをゲット。でもそこはアニソンプラス恐るべきアイテムが私これやったことないんですけどヘリウムガス、私初体験。無害で安心な人工空気です。わかりました、はい、そう、思い切り吸い込んでも安心なんです。本邦初公開、ヘリウムガスを吸った松風天馬。俺の名前は松風天馬。これが超次元サッカーだ。なんか誰の声か分かんないですねすごいですね、無害で安心な人工空気CM 来そうですぜひお待ちしてます。ここまで順調に来ましたが、前半戦は終了、ハーフタイム。果たして後半戦はどうなるのか。爆熱キックでゴー。続いて4本目に挑戦。じゃあ次はちょっとキャプテンに頼ろうかな。フォルテシモでいきます。進藤キャプテンの必殺シュート、フォルテシモ。キャプテン力を貸してください。進藤キャプテンの力を借ります。フォルテシモ。うわー、ショッカー。でも8が落ちた。これ落ちたことになります。なりますよね、なりますよね、これね。今回は私が作る番組です。だからルールも私が決めます。でん、はずれかよ、はずれかよ。なんではずれって何よ。どういうこと。一本分返して。剣のデスドロップでいきます。デスドロップ、あれ大丈夫ですか。逆さまになって蹴りますよのデストロップはこうやって逆さまになってシュートする技。なんとかなるさ。デスドロップ。ほんとだ。無理ですね。あ、じゃあ手でいけばいいんじゃないですか。逆さまってことで。今回は私が全部決めていいみたいだから、デストロップ寺崎バージョンでいきます。足の代わりに手を使います。デスドロップ。あ、惜しい。あ、でもやった。デスドロップ使えるな。サッカールール的には反則ですからね。良い子のみんなは真似しないように。で、1番。クリスマスの予定、映画関係ない。はい、
リスマスのイブ、はい、イブ、クリスマスのイブイブに公開ですよ。もしかしたら親と過ごすかもしれないです、今年は。はい、両親、両親は今名古屋にいるんですけど、今月から東京に引っ越してくるんですよ。なのでせっかくね、都内にいるので。スカスカになってきましたよね。そうですね、これ当てるの難しくなってきましたね。そうですよね。あのスペシャルカードちょっと足そうかなと。本当ですか、思います。増やす。なんでも番組が気合い入れすぎちゃって1枚余分に作ったんですって。仕方ないんでスペシャルカードを追加。まだまだいきます、6本目レッツゴー。絶対当ててやる。マッハウィンド。あ、2に当てちゃったでもほら、ちょっと傾いてる。ダメだよね。もうこれ浮いちゃってるから、はい、これも OK。 だって私がルールを決めていいんですから。でもいい、じゃあ浮いたらありいきます。まずは2番から。ででで、ご褒美わーい。うわー、私頑張った。おー、いきなり団子や。懐かしい。これはね、私のふるさと熊本県では超有名なお菓子なんです。中に芋とあんこが入っとって、うまかとよ。いただきます。うん、うまかこれ。うん、懐かしい、ふるさとの味ですね、これは。ほら、熊本のお菓子でいきなり団子って言った。だけみんなもよかったら食べてはいよ。バッテン、気になったはこのスペシャルカードったいね。こら、なんね。ででん、助っ人。助っ人、強力な助っ人。うわー、誰だろう。嬉しい。こちらをご覧ください。はい。おこの人は誰かというと、劇場版稲妻イレブン号究極の絆グリフォンの情報を嗅ぎつけて、いつでもどこでもやってくる、そんな犬型 TCG マスター、それが僕、サスケーだ。長いすいません。稲妻イレブン号のトレーディングカードゲームの伝道師、サスケー。必殺のシュートを練習してきました。おお、どんなシュートなんですか。もうこの超低空型のあれですよ、低いところを狙っての超低空型にサスケシュートですよ。わかりにくい何のこっちゃわからないですけど、7本目はサスケに任せます。よし、任せとけ。それ、それ、やっちゃったんだ、やっちゃったんだ。サスケサスケのせいで1本ロス。罰としてサスケを玉拾い。じゃあ続いて8本目。ほっ、あー悔しい。なんかサスケが来てから絶不調と思いきや、この後奇跡が。いよいよ大詰め、9本目。やったー、やったー、見事成功。そしてパネルにはラブキャラ、個性豊かなライモンイレブン。私が友達になりたいキャラは、寺崎が友達にするなら浜野先輩。浜野先輩、あの楽しい感じがね、一緒にいて楽しそうだよね、浜野先輩。でも浜野先輩といえば波乗りピエロ。そうそう、これまさかこの流れは。そうです、実際にやっちゃいましたなんで間抜けない映像なんだこれちょっと放送禁止でしょということで気を取り直して10本目。これはアルティメットサンダーでいこうかな。あ、サスケから私にパスの蹴る。いいっすね。どうこれ。説明しよう。アルティメットサンダーとは、みんながつないだボールを最後に剣が蹴り込む、ライモンイレブンの絆が詰まった必殺タクティックスなのだ。果たして寺崎とサスケの絆はいかに。よし、行くぞ。行け、サスケ。行け。ガー踏んだ
ズレなしですいいよその報告なんだよその報告ついに追い込まれてしまった私、いよいよこれがラスト。稲妻イレブン GO といえばやっぱり化身。主人公天馬の化身はこの魔人ペガサス。ということでサスケをペガサスの代わりを頼む。ペガサス、いでよ魔人ペガサス系。当てられない気がしてきた狙うは6番。すごい、私持ってるそして最後のパネルは鳥肌シーン。思わず鳥肌が立ってしまうようなすごいシーン。クライマックスですね。一番ラストのシーン、私は鳥肌と同時に涙も出ました。すごいいいシーンなんです。最後だから私もアフレコの時はそのシーンすごいこだわりました。で私は前作の稲妻イレブンと稲妻イレブン GO のキャラクターのこう世代交代というか、こうちゃんと正式なバトンタッチをした回がこの映画だと思ってるんですよ。バトンタッチの映画だと思ってるので、そこにちょっと注目してもらいたいっていうのが一番の見どころなんですけども、注目して見ていただけたらなと思ってます。劇場版稲妻イレブン GO 究極の絆グリフォンは12月23日公開となります。天馬たちライモンイレブンの勇姿を劇場までぜひ見に来てください。アニソンプラスなんでよけんの、ね、なんでよけんの、ね